はい、えー、こんにちは。電力の自由化が始まって、えー、もう何年か経ちましたね。十数年経つわけですけども、私もですね、その、電気料金のネットワークビジネスってのがありまして、参加したことがあるんですよ。で、おかげさまで、多くの方が私のダウンラインについてくださったんですけども、昨今のね、電力需要の供給不安定に際しまして、私の契約していたアンビットっていう会社も、その営業を終了したのかな連絡が来ました。 独立コンサルタント契約終了のお知らせが来ました。まあ、あすでに私は数年前にこことの契約を切ってですね、別のところに契約して、さらにえ今年からは中国電力に振り替えたわけなんで、もう関係ないとば関係ないんですけども、こうやってね、えー、アンビットエナジーがちょっと独立コンサルタント終了しますよっていうふうな連絡を下せたのは丁寧なところだと思います。えー、こういうふうに書いております。平素は格別のお引き立て、アンビットエナジーの日本事業終了に伴い、そう、日本での 事業を終了したんですよね。え、7月30日をもちまして、アンビットエナジージャパン合同会社とコンサルタントの皆様との私とのですね、独立コンサルタント契約を終了するということになりました。非常に残念ですよね。まあ、電気料金ってのは永久不変のものだと思ったんですけども、やっぱりね、あの、第二公共機関である中国電力、うん、日本電力、 電力なんとか,かんとか協会でしょだからそういう風なね、うん、第三セクターみたいなところじゃないとやっぱり維持ができないってことなんでしょうね。特にエネルギーってのは我慢して使わないっていう選択はほとんどできませんのでね。うん、まだまだ電力自由化といっても不自由な世の中かなと思います。じゃあ本当にね、アンビットエナジー、そしてご協力いただいた皆様ありがとうございました。時代の変化とともにビジネスも変わっていきますので、えー、夢と希望を抱いたね、 え、こういった電力自由化だったんですけども、もうちょっと時間がかかりそうですね。はい、えー、早くね、皆様の元にも安定したエネルギーが届きますように。それでは、失礼します。